あれ映んないね。これ枠が壊れてんのかな。やります。あんこちゃんを起動しました。そしたら申し訳ないですが、ちょっとね、一旦。お、来た。あれ来た？え、嘘。あ、本当だ、来てるね。はいはい。じゃあ、改めて、詳細の王子の名前間違ってるぞ。あれ？あ、本当だ。アルスになってる。失礼。解読。解読。今解読。アルス王子、バラモスを倒してください。ほんとそれな。ドラクエ漫画名と同じだったっけって思ったわ、わら。はい、ではちょっとね、ぐだってしまいましたが、改めて、パート3の方やっていきます。はい、マロニさんいらっしゃい。あと、1個目さん、バストさんもいらっしゃいね。では続きやっていきます。おう、マルス王子、よくご無事でここまで参られた。お礼を申し上げますぞ。はい、サシさんいらっしゃい。そうか、いよいよ折れる案に旅立たれるのか。ならばわしからもわずかじゃが兵をお出ししよう。隊長のオグマをはじめ、いずれも勇敢な戦士たち、きっとお役に立つであろう。それともう一つ大切なことがあるゆえ、ご注意申し上げる。これから王子が行かれる先々には、ドルーア帝国を憎む多くの人たちがいるはずだ。村に隠れている者や敵に囚われている者、また仕方なくドルーア帝国に味方している者もいる。そういった人たちを探し出して共に戦うことが大切なのじゃ。わかったの、マルス王子。さあ時は来た。決して無理はされぬよう心して旅立たれよ。はい。ああ、この感じがフェですね。これから始まるっていう感じだね。第1部2章、ガルダの海賊。タリス王国の対岸に位置するガルダの港は、もともと貧しくとも平和な港町であった。それがある日突然海賊団に襲われ、今や彼らの巣窟になってしまったという。そのガルダの港にマルスは今、祖国解放の一歩を記そうとしていた。イケメンは大体仲間になる、まあ簡単。そうね。アイテム整理だな、もんな。二章は早速なかなか辛いんだよね。とりあえず、二層体に預ける。はい。テヤリーを。定番全く使う気ないんだな、わら。武器、テヤリー入れとこう。じゃあ、動画にテヤリーって渡せるんかな。あ、使えるね。オッケーオッケー。で、まあ、こいつはいいとして、あ、一応シーラにも、ペガサスから降りた時用の鉄の剣を。なんか減ってるのあるな。なんで？あれ、なんかいっぱいあるぞ。こんなに勝てたっけ？あ、これマルスのか。あ、書いてあったね。マルス所持品1。あー、じゃあ、こいつにも手やりを持たせて、あれ違う。あ、これも、ん？あ、そういうことか。そういう風に乗ってんのか。どっからが、こっから輸送隊か。
あと誰か必要か、あとはトリーズは大丈夫かな。よし、記録しとこう。このさ、この子誰かな、このセーブの時に出てくるこの子、後々仲間になる子、それともただのセーブの時だけ出てくるキャラなのか。どうだろうな、わら。これどっから始まるんだ、右上か。相手弓二人いるから気をつけないとな。6人。ん？ここでスタート。あ、ここもある。右上にもいるじゃん。おー、こいつイケメンやな。マルス王子、私はタリスの傭兵、オグマです。王のご命令により、三人の部下と共にあなたの軍に加わります。ここはすでに海軍の支配するガルダの港。王子を倒すため、グルニア軍も来ております。どうかお気をつけください。全レベル1か。あー、こいつ3だ。あ、こいつも3か。とりあえず、ここに、砦にアーマーナイト配置して、お、バーツさんがいるぞ。うちのリスナーにバーツさんっていう方がいる。と、サジと、マジ。こいつは適当じゃね？サジとマジなんだ。とオグマね。だって両ほっぺに十字キルあるんですか。バーツさんの床前、わら。床前だね。で、とりあえずこいつはここだな。アーチャー、ハンター系は間接攻撃しかできないので接近戦は避けた方がいいよ。避けたっていうか絶対にしちゃいけないよね。近づかれたらおしまいだもんな。で、こうで7か。あ、結構広いね。で、こう左からも襲ってくるよな。今の最新のフェではアーチャーでも武器次第では一マス攻撃可能。ああ、そうなんだ。できるようになったんだね。あれ、こいつは何気にレベル高いよ。レベル3と、3と、5? あれ、こいつなんだ？あ、こいつ 2? 隊長じゃないの、こいつ。こいつ一番低いぞ。どういうこっちゃ。もしこんな感じで、とりあえず右上に対処しよう。あ、16個目さんいらっしゃい。またここ3人固まんの？やっぱソシアルナイト威力高えな。
三ターン目から左右で挟まれるやんな、これ。今のままだとジリ貧でやり直しそう、わら。ちょっと位置取り間違えたね。こいつ、こいつさ、ここに置いてもよかったんじゃないかな。ちょっとミスったな、きっとな。そうそう、普通は橋押さえるだろ、わら。鳥で押さえればいいかな、とか思ったけどダメか。大丈夫大丈夫、わら。はい、19個目さんいらっしゃいね。まあなんとか対処しましょう。なせばなる。はず。回避10、回避11。じゃあこいつらを前に出して。ちょっと待って、そしたら。あ、こいつは？あ、こいつ回避15もあるぞ。だから、とりあえず、こいつを、こっちだな。アーチャーは先にぶち殺かって。そうねー。シーダがねー。シーダ攻撃されたらおしまいだからね。で、支援効果って、隣1マス？隣じゃ、この1マスの、周り1マスかな。砦上で戦うべし。そう。だよね。周囲じゃないかな。ちょっとね、マルスの回避率上がった状態で、ここに置こうかなと思ったけど、アーチャー来るよなぁと思ってね。あ、ここ移動できるか？じゃあここにシーダを置いて、で、ここにマルスを置いて、あ、絶対一緒か。ここにこいつだな。左側の守りも考えろよ。わら。そうそうそう。それはね、ここに肉立てさんいるからね、とりあえずいいかなと思ってんだけど。あ、平原で回避 5% 上がってんのか。だなぁ。こいつ？あれ？こいつ名前ありだぞ。カシム。これは、味方になる系のやつか。今きついだけど。当面こいつか。え、9もあるの？ソシアルナイト。そんなに移動力あったっけ？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あー、ここまで来るんか。初心者なの？初心者です。初見プレイですね。かなりの初心者ですよ。とりあえず、この上行って大丈夫そうだな。技は、技が上がると必殺の一撃が出やすくなる。そして、速さが上がると、敵の攻撃をかわしやすくなるよ。なるほどね。
あー、どうしようかな。とりあえず、この二人、左側に行かせるか。とりあえず、こいつは、今は保留だな。オッケー、とりあえずこれでいこう。さあ、どうなる。あ、そこに来たか。やっぱり。ですよねー。あ、逃げてったマジで、ちょっと。お、避けるね。塔が何気に避けるよな。あ、こいつら、海賊か、そういえば。橋押さえても橋の横から出てくんのか。まずいね。シーダ狙われるんじゃないか、普通にこれ。あ、でもまだすぐ来たか。あ、当たった。二回攻撃やっぱ強いなぁ。さあ、オグマさん。当たるんか。35% だ。さすが傭兵。でもあんまり倒すとさ、次から次へと襲ってくるから、ダメージかさむんだよね。それだけが心配だ。避けてよ、オグマさん。ちょっと 35% だよ。何のために砦に置いてんだか。スーファミって音が軽くて緊張感ないのね。ああ、まあ、重厚感とかそういうのは、今の世代のゲームに比べると、ないでしょうね。とりあえず倒せるものから倒していくしかないかな。こいつが怖いんだよな。いや、服の方が劣いって悲しいな。ああ、そういうことね。まあ、リメイクされたら音楽が劣化するとかよく言われますね。知らなければどうということはない。28個目さんいらっしゃい。まあ確かにね、お力素早さ。力上がるのやっぱ嬉しいな。で、ガンガン削ってこう。だから避けろっつーの。お前なんで食らうんだよ。35% だぞ。やばい、これオグマ死ぬぞ。参ったね。参ったね。ハンターにやられてしまうぞ、これ。で、こいつどうしようかね。こいつ次。死んだらそれはそれで天命。まあね。なんかね、この辺はね、別にね、死んでもいいかなと思うんだけど。こっちのキャラクターはね、ちょっとね、死んでほしくないね、この辺ね。この盗賊何狙ってんだ？攻撃してこなかったな。で、シーダここにいたら大丈夫か？左右からハンター来てるからな。
こいつは倒していいのかどうかちょっと判断つかないからな。ほっとかなきゃいけないな。あと、こいつを、どうにかしたい。板下げるか。ここにいても意味ないしな。あ、ちょっと下から回っていくか。盗賊は基本的に村とか宝に一直線じゃなかったっけ？あ、そうなんだっけ。あ、じゃあ、こいつここ狙ってんのか。で、まあ、速攻でちょっと倒そうか、ないとまずいね。どうしようか。あれ、民家ってゼロか。とりあえず、このハンターは無視することにして。ああ、バーツ優秀だな。レベル高いだけあるな。あ、よくやれた。黒みが終了まであと5分になりました。こいつで、あれ、死ぬな。ちょっと待ってよ。たらこいつをこっちか、当たれよ。もうさすがバーツ。で、ここは開けちゃいけないスペースだから、ここは埋めといて。なんでこいつ2本持ってんだ。OK。これでちょっとソシャルナイトの二人できたらいいね。この二人でこの2体倒そう。外すなよー。もう 100%。 あ、大丈夫だよな。下来られても大丈夫だよ。とりあえず。あれかな、誰かで説得かな、スパロボ系で言う。終了まであと3分になりました。そう、もうこのターンはどうしようもないから、次のターンで、近づけるやつで近づいてきて、話しかける、話すっていうコマンドが出るかどうかよ。てか、オグマがな、ちょっと次死ぬ可能性があるからな、死んだらちょっとやり直そう。お、そっちを狙ってきたか。で、カシムだっけ？あいつが。お？シーダ様許してください。僕にはどうしてもお金がいるんです。つまりシーダか。生きれるかな？お、死んだ！マジかー！
マジがやられてしまった。オグマ隊長すまねえ。どうしよう。まあ、オグマが生きるか死ぬかで判断しよう。マジだ、死んだ、これやり直しだ。マジか。これは辛い。姫を許せ、これはちょっとやり直そう。申し訳ない。これはね、ちょっとリセットさせてもらうわ。オグマさんは死んじゃいけない。ああ。はい、39個目さんもいらっしゃい。死んでしまって、オグマが。あいつはダメだ。あいつは絶対にね、活躍するキャラだと思うから。メインというのは残したいよな。わら。そう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 。記憶から始めるでね。最初の位置取りがね、まずかったらね。終了まであと1分になりました。今後説得要因になる可能性あるし。そうなんだよね。なんかね、ある気がするよね。オグマは最後まで第一戦いけますな。だよね。勇者になるからね。なんて言ったってね。見ません。さあ、位置取りどうしようね。そうですね、この回避 20% が当てにならないっていうのがね、分かったね。はい、じゃあ次枠で、もう一回ね、やっていきましょう。くそー、悔しいな。オグマさんは生き残らせたいな。